はい、皆様お元気ですか ?5 月、えー、の予定なんですが、えー、まず5月の29日日曜日、えー、六本木のマハラジャで、えー、ディスコイベントディスコ原点時代からディスコ全盛期のイベントソウルステップナイトを、えー、開催します、えー、一人のお客様でも、えー、安心して遊び来ていただけるよう一人の席とかもありますしもちろん団体の席もありますんで またあのレッスンタイムとかもありますんで安心して遊びきらしてくださいで DJ の方はあのディスコ原点時代は60年代後半から70年代半ばに青山にパルスビートっていう店がありましてそこの当時の、えー、DJ です、えー、直木賞作家浅田次郎の書いた「えー、霞町の物語」の 最後の方のページに解説者としても出てますし「えー、パルスビート」ではこういう曲をかけてたとか「ファッションはこうだったコンプロが流行っていた」とかまあこういうこともの本にも書いてありましてその解説者ですね「パルスビートトールは。それから、えー、ディスコ全盛期の方は、えー、DJ 稲葉彼はあの六本木にスケアビルっていうあのをあ 地下,地下もディスコあって、えー、10階までほとんどディスコだったビルの当時のネベンターの DJ です、えー、当時の DJ であのー、あの良時代を楽しんでいただければと思いますそれから投資家としては今50社株主なんですが、えー、今月の株主総会まず5月25日 これ三者重なってまして、ナルミアとバリオセキュア、あと、ジオコード。まあ、ジオコードとバリオセキュアは去年行ったんですけど、えー、もちろん、あの、毎回毎回、弱い立場の味方、現場の味方で発言していきます。ナルミアは常務より私の方が持ち株多くて、えー 社員の年俸の約20倍取,取締役報酬を提示してきており現場っての会社ですよ現場が頑張ってなのに取締役がこんなガッポガッポ吸い上げるなんてこれとんでもないことなんでまた株価もすごい低迷してますんでちょっとガスンと発言したいと思ってますそれから5月26日も重なってて 銀座の松屋まあこれはちゃんと優待も配当も出してるんでこれはひどいんですがこの SFP ホールディングスっていうのはこれはあの磯丸杉さんとか束ねてる会社でまあコロナで支援金もらったと思うんですけど支援っていうのは困ってる人たちのための支援っていうふうに私は聞いてまして支援っていうのはやっぱり皆様の税金なんで支援をもらっときながら。 取締役報酬が、えー、調べたら去年は5,500万円ぐらいかなで今年は5,800万円ぐらいも提示してきておりこれ本当、支援もらってるのに取締役報酬5,800万円も欲しいなんてこれはとんでもないことじゃないかなと思っております社員はたったの19万円の基本給 店長の基本給は25万円。昨年の株主総会でもここを発言しましたが、社員をたったの19万円、ボーナスを3800円でこき使ってって、まあ、発言したところ、えーまあ、社員のボーナスが少し上がったっていうんですけど、それでも5万円ですよ、ボーナスが。 ボーナス5万円、基本給料19万円、これで取締役だけガップガップ5800万円も欲しいなんていうのは、これは、現場の社員があっての会社なんで、ちょっとあの弱い立場の味方で、えー、ガスンと発言したいと思います。そして、えー、5月29日は、えー、六本木マハラジャで、ディスコイベントのソウルステップナイトを開催しますんで、 えー、一人のお客様でもねほんと安心してカウンターの席とかいろんな一人の席もありますんで安心して遊びいらしてください以上ですよろしくお願いします